第十二期本因坊戦、第十二期本因坊戦は、1956年に開始され、1957年6月からの本因坊高川収穫と挑戦者、藤沢放斎球団による七番勝負で、高川が4勝に敗で本因坊位を防衛、本因坊戦6連覇となった。10月に行われた、周囲式において、5期以上本因坊を獲得した騎士は、引退後に、 名誉本因坊を名乗ることができるという規則が制定された。新規リーグ参加者は、村島義則七段、山部敏郎七段の二人の初参加者、及び、関西起因の橋本宇太郎九段、鈴木悦夫六段の四名。杉内正夫、半田道元、長谷川明、前田信明、坂田坂夫、藤沢秀幸、細川先人らが、トーナメントで敗退となった。 また杉内久子五段が女流騎手として初めて三次予選に進出したが藤沢秀行に敗退した。リーグ戦は前期シードの島村俊弘、北に実る、岩本る、藤沢放斎と新参加4名で3月から開始して5月30日に終了。北に実ると藤沢放斎が6勝1敗の同率1位となり、同率決戦で前期から 本因坊リーグに復帰した藤沢が勝って初の挑戦者となった。高川本因坊に藤沢が挑戦する7番勝負は6月から開始された。第1局は1000番高川が2隅の大社上席から優勢になったが終盤に白の藤沢が逆転勝ちした。第2局は白番高川が序盤優勢から逆転され再逆転して勝ち。第3局は 白番藤沢が得意の真似子を打ち、黒が21手目に天元に打って、真似子を解消した後大乱戦となったが、高川勝ち。第4局は序盤で白番高川の大石が取られてしまい黒の優勢になったが、逆転して高川勝ち。第5局は白番藤沢が勝ち。第6局も千番藤沢が優勢に進めたが、寄せで誤って白番高川が、 逆転勝ちし、4勝2敗で防衛、本因坊位連覇記録を6に伸ばした。6局のうち藤沢が、白番の5はいずれも真似語含みの序盤になり、またどの5も、激しい戦いの5になったのも、藤沢の特徴が現れており、高川は本因坊になってから一番苦しかった、ヘトヘトの V6 だったと語った。白の藤沢が得意の真似語で始め、黒は21手目に天元に打って、 マネゴを解消した。さらに黒に中央を後継にさせて、白は、辺で稼ぎ、白四十と嵐に行った。この白石をめぐる巨大な死活の問題になったが、最後はこれを仕留めて黒中押し勝ち。六局目もマネゴで進んだが、白が十二手目で手を変えて、マネゴは解消された。翌1五十八年二月には、高川にとっては二年ぶり四回目の本因傍隊後、 制限3番号が行われた。第一2局を5が勝ち、高川は初回から通算で11連敗となったが、第3局で白番一目ハンカチを収め、初勝利を挙げた。この1957年は、読売新聞で日本最強決定戦、東京新聞で高松の宮省囲碁選手権戦、共同通信の首相配走脱後段者トーナメントが開始、 朝日新聞の最高位決定戦は2期目となるなど、継続中の王座戦や日本議員選手権戦、早5名人戦なども含めて、新聞棋戦がのきなみ選手権制に移行した年でもあった。またこの頃には、高川の実力も以前より高く評価されるようになっており、高川流の一見飛び防止の手法がアマチュアにも人気となっていた。ありがとうございます。